トヨタ自動車のインド部門は8月4日、新型車のアーバンクルーザー、トヨタアーバンクルーザーを11月、インド市場で発売すると発表した。アーバンクルーザーは、トヨタが新開発しているコンパクト SUV だ。トヨタはこのアーバンクルーザーを擁し、インドで激戦区のコンパクト SUV セグメントに進出する。トヨタはインドでの小型 SUV の需要の高まりに対応するためにアーバンクルーザーを投入することを決めた。インドの祝日でヒンドゥー教のお祝いのディワーリーが開催される11月に合わせてアーバンクルーザーを発売する予定だ。トヨタのインド部門のトヨタキルロスカーモーターのネービン・ソニ上級副社長は、アーバンクルーザーは進化する顧客のニーズを満たすためのもう一つの取り組み。またアーバンクルーザーはトヨタの SUV に関心を持つ若い顧客やトヨタのグローバル販売とアフターサービスの基準を体験したいと考えている新しい顧客をターゲットにすると語る。なお、トヨタはアーバンクルーザーのティザーイメージを1点公開している。